レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐があるサンタ・マリア・デル・レグラツエ教会とドメニコ会修道院はイタリアのミラノにあるユネスコの世界遺産登録物件。ミラノコールドビーコス・フォルツァの依頼でレオナルド・ダ・ヴィンチがサンタ・マリア・デル・レグラツエ修道院の食堂の壁画として描いた。完成は1498年。 福音書に登場する一場面として、弟子の裏切りを予言するイエス・キリストと、それを受けて動揺する弟子たちの様子を、それまでにない写実性を持って表した。縦4.2メートル、横9.1メートルの巨大なテンペラ画である。一点透視図法が用いられ、あたかも絵の奥の方まで食堂が繋がっているかのような、錯覚を見るものに起こさせる、いわゆる作詞的演出が施されている。 サンタマリアデレグラツエ教会はルネサンス様式を見せる。聖堂の神道部はドミニコ会の修道士ソラーリによって1465年から1482年の間に混流されたと言われ、その後を引き継いだブラマンテが交差部及び工人の作成に当たった。また、ブラマンテにより工人横に三つ目の回廊などが付け加えられた。この世界遺産は 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。地下鉄カドルナ駅、コンチリアツヨーネ駅もしくはノルド鉄道のミラノカドルナ駅が近い。カドルナ駅はターミナル駅のため路面電車やバスなども頻繁に停車する。最後の晩餐を見学するためには有料の事前予約が必要。カドルナ駅からは徒歩8分。ありがとうございます。